さて、サッカー女子のWEリーグで宇都宮出身で元なでしこジャパンの安藤梢選手が今シーズンの最優秀選手賞 MVP に輝きました。去年不惑の40歳を迎えた安藤梢選手ですが、迷いはなく気迫は勢いを増すばかりです。受賞の喜びと今後の目標を伺いました。長年続けてきてこの年齢で MVP をいただけるなんてまさか思ってもいなかったので、自分がこう名前を呼ばれた時は本当に腰を抜かしたというかびっくりしました。栃木県出身で小さい時から本当に地元の方たちに応援してもらってサポートしてもらってずっとこれまでサッカーを続けてこれてるので、なんかこうちょうどこう栃木の記念の日にこういった賞をもらえて、なんかこうすごいパワーを栃木からもらえてるんだなと思います。安藤選手は今月12日に東京で行われた年間表彰式 WE リーグアウォーズで今シーズンの MVP に輝きました。所属する三菱重工浦和レッズレディースは今シーズン最終ラインに負傷者が相次いだことから、安藤選手はリーグの途中から本来のポジションであるフォワードからセンターバックでプレー。人生で初めてのポジションでしたが、守りの要として貢献しチームをリーグ初優勝に導きました。全然こう役割が違って、本当人生初のセンターバックだったので、自分ができなかったらやっぱチームも勝てないっていうことにつながるので、すごい怖さも実はすごいあったんですけど、そこにこう一戦一戦自分ができるかどうかっていうところをチャレンジしていくことも、怖さもありつつ楽しかったというか、チャレンジできたシーズン、充実したシーズンだったなとは思います。新たなポジションをやらせてもらってチャレンジすることでまた自分に新しい引き出しができたなと思いますし、センターバックをやったことでどういったことをされたら守備側は嫌かっていうことがよく分かったので、逆にこうポッとこう攻撃の選手として出た時に、それがセンターバックやったことがすごい生かされるなと思ってます。小さい頃から運動と勉強を両立してきた安藤選手、プロサッカー選手を続けながら2年前からは筑波大学で助教を務めていて、二足のわらじで活動することがいい効果を生んでいるといいます。サッカーの自分の現場で得たこう課題とかを研究につなげたりですね、で今度研究で得た成果を自分のサッカーの競技の向上だったりチームに落とし込んだりとかっていう風に相乗効果があってつなげられて、こういろんな面でこう成長させてもらえてるのかなと思います。安藤選手は2011年になでしこジャパンのメンバーとしてサッカー女子ワールドカップで優勝、そして体格差のあるドイツ女子リーグのブンデスリーガで7年半戦い、経験と実績を積み重ねてきました。日光市では今月24日から G7 男女共同参画女性活躍担当大臣会合が開催されますが、安藤選手はこれまでのキャリアを通して女性の活躍をどのように捉えているのでしょうか。WE リーグ女子のプロサッカーリーグができて、すごく女性活躍っていうところを理念としたリーグになってるんですけど、やっぱりこう私も含めてこう女性がこうもっともっとリーダーシップを持って社会の中で活躍していくっていうことが日本には今後必要になってくるなと思っているので、私自身も選手と教員っていう二刀流にチャレンジしたりとかしてるのも、すごくそういったことに少しでも貢献できたらなっていうのもあるので、女性活躍を進めていくことにこう自分もチャレンジしていきたいなと思ってます。来月開幕する女子ワールドカップにチームメイト4人が日本代表に選ばれました。浦和レッズレディースからも4名選ばれて、普段こう一緒に切磋琢磨してやってる若い選手たちが出るので、その選手たちには自分の経験は全て伝えてあるので、彼女たちが活躍してくれるのがすごく楽しみにしています。
これからも得点を重ね、リーグの最年長ゴール記録を更新していきたいと意気込む安藤選手の眼差しは、すでに次の目標に向けられ、止まることなく歩みを進めます。自分が2011年のワールドカップ優勝を経験させてもらって、その時に女子サッカーというのが一気に盛り上がって、急激にこう環境も良くなったなっていうのは感じていて、でもまだまだもっともっと女子サッカーがこう世界の女子サッカーのようにこう人気が出てほしいなっていう思いがすごいあるので、女子サッカーの発展に貢献していくっていうことがすごく今目標にしてやってます。本当に小さい時からずっと応援し続けていただいてありがとうございます。もっともっと年齢に関係なく活躍することで栃木の皆さんに勇気や元気を与えられるように頑張っていきたいと思います。今後も応援よろしくお願いいたします。